こんばんは。こんばんはと言ってももう2時なんでね。でも明日クリスマスイブで、祭日だから起きている人もいているかもしれませんが、僕はずっと漫画の本を読んでました。とりあえず今ブリーチは21巻まで読みました。でももうすでに50巻以上出てるんでね、なかなか追っつかないんですけど、今やっと21巻まで読みました。でナルトがね、22巻まで読んでた、22巻まで読んでました。まあそれでも全然落ち着かない状態でね。でナルトが70何巻までで完結してるんですけど、今4巻まで読んでます。4巻まで読んでます。ナルトはねもともと持ってたんですけどね、前巻でも売ってしまって、でまた買い直してるところなんです。で今4巻まで読んでます。なるほど。4巻読み終わって今5巻読んでる最中です。で音楽も聴きながら、まあね紹介している CD もどこの国の何のアルバムかも、皆さんわからないと思いますけど、まあ僕もちょっとよう説明できないんでね、まあ、様々な国の様々な音楽を聴いて頭を癒しているところです。これは映画のサウンドトラックですね。映画自体は見たことないけど、今漫画の本にちょっと凝っててっていうか、まあもともと好きなんですけど、またいろいろ一回売っちゃったんですけどね、またいろいろまた買い直して今読んでるところです。ナルト以外にもね他にも読んでる本はたくさんあるんで、また順次揃えていきたいなと思っております。ハンターハンターとか銀魂もね読みたいなと思ってますしね。まあそんな感じで、まああんまりクリスマスイブっていう気分でもないんですけどね、プレステ3のコードが故障したので新しいやつを買い直しました。新品で。
もう何かとこもう金のない時に故障します。またプレステ3もね、プレイしてるところ、画像に載せていきたいと思ってますんでね。まあ僕ゲームは下手くそなんで、自慢できるほどのあれじゃないんですけどね。皆さんは明日ケーキ食べるんですか？ケーキ食べたいな、僕もケーキはあんまり興味ないけど、クリスマスには。ゲームもね、やりたいことがいっぱいありすぎるんですよ。漫画の本もいっぱい読みたいしね、ゲームもいっぱいやりたいしね、映画もいっぱい見たいしね。まあ今更ながら、DS 版のモンストもね始めてるんでね、これも全然進んでない状態で、スマホ時代はやってたんですけどね、 DS ではやってなかった。つい最近買うたばっかりでね、やりたいなと思っております。そしてね、ダイエットでね、ダイエットするためウィンフィットもね今やってるとこなんですけど、なかなか進まずで、あとはウィンユーでスーパーマリオメーカーね、マーカーか、マリオメーカーやな、マリオメーカー自分で作ってあれコースするやつなんですけど、まあでもスーパーマリオブラザーズとスーパーマリオブラザーズ3とスーパーマリオワールドとスーパーマリオブラザーズ U がね入ってるんでね、収録されているんで、それとこのウィーンの方のスーパーマリオコレクション、これも4種類ゲームがね収録されております。これもね買ったままやってないんでね、全然買っただけでやってないんで、まあ他にもね積みゲー状態と積み DVD 状態と積み漫画本状態が枕元に山積みになっております。まあ随時見て読んでプレイして紹介していきたいと思います。眠いねんけどね、眠いねんけど寝れないしね、やりたいこともいっぱいあるんですんで、どっから手つけていいかわからない状態なんですけど、まあとりあえず今はナルトをとりあえず読んで、寝ようと思っております。
それでは皆さん、素敵なクリスマスイブを。カップルはカップルにの人たちにはね、すごく記念すべきいいクリスマスイブになるでしょう。まあ僕も若い頃はね、クリスマスイブ、クリスマスはね、彼女とデートして旅行行ったりとかしてました。いい思い出です。皆さんもしてると思いますけどね。もう僕みたいに、もう今みたいにおっさんになったらね、もう金もないし、家でじっとしてる方が楽なんで、なかなか出歩かなくなりましたが、まあ皆さんは良いクリスマスイブ、クリスマスを過ごしてください。それではね、バイバーイ。